村上直樹のマーケットニュース。こんにちは、フリーアナウンサー大橋ロコです。そしてエコノミスト村上直樹さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。5月4日月曜日、世間はゴールデンウィークということになりますが、はい、緊急事態宣言は1ヶ月延長ということになりましたね。そうですね、はい。まあ、しょうがなくかどうかはちょっと微妙な部分もあるんですけど、まあでもあれじゃないですか、今日の日経新聞によると、はい、まあ、全部が全部そのこれまでの、まあ、この東京とかはまあずっと同じような感じかもしれないけども、地方によっては少しずつこう緩和していくっていう方向でどうやら動きそうなので、はい、まあ、緊急事態宣言は変わらないけど、こう経済活動が少しずつ、まあ、はい、まあ、正常化にさせていこうっていうのは少しは見えるんで、まあ、だけど、まあ、でも東京とかはまあ基本的には変わらないと思うので、お店とかに対しては。そうですね、うん、まあ、だからあとはそれとセットで財政政策はやっぱり出るかどうかなんですけども、はい、まあ、それはちょっとまだ分かんないんですが、はい、まあ、今流れてる報道からするとなんか出なさそうな感じがしますね、追加で1回だけ。要はその10万円の一時補正で、まあ、先週通ったという話で、で、まあ、即座に追加でやる、僕は やらなきゃいけないと思うし、これは、はい、当たり前ですけど、その自粛を要請するんであれば、その経済を持たせるためにはその所得を保障するっていう政策は最低限やらなきゃいけないん で当然それと整合的にその感染拡大 を止めるっていうのも大事だけども、その経済を、まあ、なんだろう、殺さないっていう政策も重要だと思うんですけども、やっぱそれと本当は整合的にやらなきゃいけないんですね。さらに1ヶ月ということになると うん、まあ、それだけ当然所得が失われる人、ね、やっぱりそのゴールデンウィーク、はい、明けてから本当これ店続けるかどうか迷ってる方たくさんいると思うんですけども、はい、そういった方々に対してやっぱり、いや、これを政府が要請する限りは、はい、一定程度の保証、まあ、ある程度の保証、最低限 その、まあ、事業を続けられる保証もそうだし、生活費も含めて、うん、まあ、これは政府の命令、ある意味命令で、まあ、その他の国のようにその法的にダメだというふうに強権的にやってるわけじゃないんだけど、はい、まあ、それを事実上その強制してるわけなんで、それをなんで政府部門がこう保証しないのかっていう、まあ、当たり前の話だと思うんですけども、はい、まあ、それを今やれてるのかなっていうのはちょっとまだわからないっていうか、僕はどっちかというと慎重で、うん、これやっぱり言うだけ言って少しこう和らげたんで、我慢してくださいっていうなんか感じかなという気はしますね、今のところはね。この後は後ほどまた日銀の政策とセットでお話詳しく伺っていきたいと思います。まず先週は4月の最終週というのは、日銀、それから FOMC、ECB と、はい、まあ、世界の、まあ、金融、ね、まあ、政策週間だったかと思うんです、はい、もう3月にはいろいろやり尽くした感はあるんですが、そうですね、FOMC では、まあ、改めてそのインフレになりにくい構造になってしまったということが確認されたと、はい、そうですね、いうことですね。まあ、これだけ経済が落ちてれば、うん、当たり前、まあ、このコロナショックがそのインフレ的かデフレ的かっていう議論は多少はあるんですね、はい、要は需要と供給のどっちに大きく影響するかっていう議論で、うんうん、なんですけども、やっぱり今起きてることは、まあ、需要と供給両方とも、はい、落ちてるんだけど、まあ、やっぱりその所得が消えてしまっても需要が全くなくなってしまってるっていう側面の方が大きいと思うんですね。そうですね、はい、だから FRB は当然ながら、はい、それは私に言われなくても分かってる話と思うし、はい、まあ、そういうことであれば、そのこの4、6月、まあ、1、3月の GDP 統計先週出ましたけれども、はい、まあ、ほぼほぼ予想通り、まあ、マイナス成長になっていて、でこの4、6月がこれはまあ前期ベースで 10%、年率換算だと 30%、40% っていう、まあ、まあ、歴史上というか、戦後ない落ち込みが、まあ、これはもうずっと1ヶ月前から言われてる話なんで、別にもう織り込まれてると思うんだけど、はい、マーケット的には、はい、でももう当然当局もそれを認識しているん でそんな需要が落ち込むような、消えてしまうようなことが起これば、当然その、まあ、先ほど大橋さんがその、まあ、インフレにならない構造とおっしゃいましたけども、うん、まあ、要はそのデフレと需要と供給 のバランスで言えば、やっぱり需要が圧倒的に減ってしまうので、インフレなんか上がらない、はい、でやっぱりこれから FRB は、まあ、おそらくそのインフレ率がガッと下がっていくと思うんですよ、はい、まあまあ、ずっとまだね、インフレはやっぱり少し遅れるので、その動くのが統計が、はい、やっぱりラグがあるんですね、経済がこう
動いてからちょっとしてからインフレがこう動くと、はい、でこれリーマンショックの時もそうだったの後もそうだったんですけども、やっぱり経済が落ち込んだ後にインフレ率が下がったん で2010年に要はその2009年一旦落ち着いたと思ったけれどもやっぱりインフレ率が下がって、はい、で QE2 やったじゃないですか。で僕はそれと同じような多分状況に今回も なりうるんじゃないかなと思ってるんで、はい、多分インフレ率のコアベースでこれから年末から来年にかけて 1% とか 1% 以下に下がっていくんじゃないかなと僕思ってるんですね、はい、で僕に言われなくてもそれは FRB も分かってる話なんで、はい、だからもうこれはもう徹底的にその金融緩和をやらざるを得ないという、はい、まあ、それが改めてその、先週の FOMC でも示されたということだと思います、ね、必要な量の国債、まあ、あるいはあらゆる資産ですね、そうですね、はもう購入続ける、まあ、ということですね、まあ、青天井で買います、まあ、できあの必要な限り買うとはもう言ってますし、はい、うん、まあ、別にあの先週は新たなこう政策が出たわけじゃないんですけども、で、ね、であの必要なことは当然やっていきますと、ね、まあまあ金融政策がやることはできる、何でもやると、ほぼ何でもやるという、はい、まあ、そういったメッセージを、まあ、パウエルさんが言ったということですね、はいはい、そして ECB 理事会、まあ、基本的な政策は据え置きなんですが、はい、テルトロの枠組みの中で、はい、まあ、あの貸し付けをこう目標額に達成した銀行に対してはマイナス 1% で、はいはい、資金を貸すとい う, そ, うです、ね、はい、そこがちょっと新しかったかなと、まあ、あの、いわゆる信用緩和政策みたいな、はい、要は ECB がまあ、お金をその銀行を通じてその貸し出しを増やすっていうところで、まあその貸し出しを促すように、まあマイナス金利で借りてもらってでプラス金利で貸すと銀行は鞘を抜けるんで、まあそこの措置を少しこうあの強化するという、まあそういったあの政策で、これは日本銀行もあの要は信用、要は銀行を通じた資金供給ということでその不利を 0.1% つけるのと、うん、まあ、似たような感じで、要は銀行に、インセンティブを貸し出しをこう増やす、うん、この危機時に対してあのできるだけ資金をこう民間に流すような、はい、あの枠組みを、まあ、一応強化したという、はい、そういうことですよね、はいはい、まあ、ECB もやるだけのことはやっているという中で、うん、あのやっぱりヨーロッパの景気に対してこれ財政はどうなんだということなんですが、はい、 そうですね、まあ、そこがやっぱ問題だと思いますね、で ECB も、まあ、日本銀行もそうだけども、はい、まあ、大変な状況だということが分かってるんでできるだけ金融緩和やりたいと、まあ、だけど多分その財政政策とセットで、うん、財政政策が出る分はあの少なくてもファイナンスする形で金融緩和をの強行の後押しを、まあ、できるだけやりますということを言ってるわけですよね、はい、ただご案内通りそのヨーロッパに関してはやっぱりこの財政政策、まあ、そもそもその今のマーケヨーロッパのマーケットの一番の注目点はやっぱりイタリアの扱い で、はい、で先ほど大橋さんおっしゃったようにその ECB は対応はしてるんですけども、だけどその、まあ、イタリアの国債の金利ここ一あのマーケットが荒れてから売られてでスプレッドが拡大して一旦落ち、はい、落ち着いたんですけども、はい、でこれなんでかっていうとそのやっぱりイタリア国債なんで売られるかっていうと最終的にやっぱり ECB、まあ、そのラガルドがさんが最初その3月の時に、はい、そのややイタリア国債をこうなんかあのいや買わないよみたいなそういったことをこうちょっと言っちゃったんで、はい、でやっぱ売られたっていうのもあると思うん でそれ結局その、まあ、欧州債務危機が起きた時と同じで結局財政政策をこう一体としてドイツもイタリアもスペインも全部こう一体となって、はい、やっぱりまだ できないんですよね仕組み的に。そのコロナ債運動の話も、まあ、あるんですけども、はい、まあ、結局やっぱりまとまらないのでなんとなくその今なんとなくその口で約束で合意できるような感じの枠組みをとりあえず作ったっていう状況 でいざという時にそのイタリア国債が売られた時に ECB があのいくらでも要は買いますっていうところまでまだ踏み込んでないんですよ。うん、でだからまだイタリアの国債のスプレッドがあのまだ今150ベースとか対ドイツで150とか200ぐらいでまだ高止まってるんですね、はい、でそれって何を意味するかというと要は金融緩和があこれ、ま、前からの欧州債務危機と同じで、はい、と構図と同じで要は金融緩和が効かないんですねイタリアでは、はい、まあ、スペインもそうだけど、はい、で金融緩和も効かないしでそれイコールその財政政策もやっぱりこの2つの国に関してはこれだけその死者が出て大変だっていうことになっているのにやっぱりまだあの当然アメリカとかドイツとかと同じ規模でまだ財政政策が出てないんです、うんうん、で、はい、まだこの GDP で多分 2% ぐらいだと思うんですけども、はい、やっぱそれぐらいしか出せてないっていうのはそれはあのもう財政
赤字が悪化するのは分かっていて、はい、で本来であれば必要な、あの要はこういう危機時なんで、イタリアとしてもそのもう何だろう、制限なくお金使いたいっていうことなんだけども、はい、まあ、でもそれをやっぱりドイツとか、まあ、あとオランダとかは許さないっていう状況なんですね。まあ、だからずっと そこでも揉めてるわけです、まだ未だに、はい、うん、イタリアもともと銀行の債務の問題ってかなり、まあ、叫ばれていたということもあるということで、うん、この復興基金というのは23日、うん、EU 首脳 その電話会議では基金作りましょうよっていうところまでは決めたけれども、うんうん、そう、基金作るんだけど、それをどういうふうにこう運用するかとか、はい、うん、どこまでその自由にイタリア政府の都合でお金使えますかっていう詳細の部分はまだ決まってないんです。決まってないんですね、うん、でそれはやっぱりまだやっぱりドイツとかそういったいわばお金を出す側になる国がやっぱり渋ってるわけですよね、はい、うん、まあ本当しょ、まあ、こんな危機時に こんな状況でどうするんだって、まあまあだから結局これはね、長期的にはやっぱ こんな状況じゃ持続可能じゃないから、結局そのユーロ体制そのものがやっぱりね、持続するのが難しいって話になる、うん、なりうるということですよね。やっぱ金融と財政一体となってやらないと、うん、まあ、本質的なあの復興というのはなかなか難しいでしょう。これだけの経済ショックが起きてるんだから、はい、金融財政合わせて大規模でいかにスムーズにお金をこう民間に流せるか、うん、でそこのところで、まあ、アメリカは比較的、まあ、まだスムーズにできてるけれども、はい、まあ、今一番、まあ、日本とヨーロッパが比べてどうかというのは微妙だけども、はい、やっぱりヨーロッパはもうそもそもまずそのイタリアの金利を下げることができてないっていう段階もそうだし、その財政政策が出てないっていうこともそうだし、でかつその死者の数もとかやっぱり被害がひどいわけじゃないですか。多分アメリカよりもひどいわけですよね、はい、まあ、だからそういった状況なんで、まあ、なんて言うでしょう、もうだから、まあ、経済の落ち込みも実際ひどいし、はい、その株式市場で見てもその年初から その株価のリターンで今マイナス 20% ぐらいなんですね、はい、でそれはやっぱりその死者の数このコロナウイルスで死者の数とか被害が大きいっていうのもあるんですけども、はい、やっぱりそのお金が十分出ない、財政金融政策が出ないっていうところへの懸念っていうのが結構影響してるんじゃないかなというふうに僕は思ってます、うん、はい、米株はやっぱりその金融と財政、うん、まあ、すぐにやったということで、まあ、戻りも大きかったけれども、ね、やっぱり足りないっていうのはマーケット関係者も見てるのかなということでしょうかね。うん、そうですね。相対的には、はい、まあ、日本株今年初から 15% ぐらいの下落で、はい、まあ、ヨーロッパよりはマシ でアメリカは 10% ぐらいなんですね。 10% ぐらいに戻ってきたんですね。そうね、一旦3割落ちたんですけど、はいはい、そこから2割ぐらいリバウンドして、うん、でまだ高値でこの2週間、先週までの2週間は、まあ、いろいろ上下したけども一応2週間連続で小幅ですけど下落してますよね、はい、でまあ、なんとなく天井、戻りの天井が見えてきたかなっていう感じはしますけれども、まあ、それでもやっぱり戻った分その年初からのリターンでそうでマイナス 10% ぐらいなんで、ってことはやっぱりもうマーケットはいろいろな違いとか当然見てますけども、やっぱりその、はい、まずコロナだけで見ると多分アメリカもほとんどその死者率とかからすると、まあ、先にヨーロッパはひどくなったんですけども、アメリカも相当ひどいというのはもう明らかですよね。でやっぱりそれでは説明できない株価のリターン、株価のパフォーマンスになってるってことは、これはやっぱりその金融財政政策がいかに大事 でスムーズに出るか、でアメリカはアメリカもまあ問題がないわけじゃないんだけれども、一応トランプ政権が主導する形で財政政策がその家計への対する家計を中心とした所得保障ということで GDP 対比で 7% 以上すでに出ていると、うん、はい、でそれをこうサポートする金融緩和政策もスムーズに出ているというところが、まあ、素直に評価されているということかと思いますね、はい、はい、まあ、翻って日銀ですが、まあ、先週の番組でもちょうど日銀の日だったということで、はい、いろいろ論評をいただいたんですけれども、はいはい、まあ、やはりその声明から物価の安定の目標に向けたモメンタムが損なわれる恐れに注意が必要という、はい、この文言が削除されたということと、はい、展望レポートでも2022年でも 2% に到達しないというようなことが示されたということで、インフレターゲットどうなっちゃうんだというところが気になりますね、うん、まあ、気になるというかもう、まあ、それが問題なんですけど、それが問題なんですけど、はい、まあ、先週も少し申し上げましたけども、はい、まあ、国債をいくらでも買えますっていう、まあ、その上限の80兆円取っ払いましたっていうのはいいことだと思うんですね。それはおそらくそれが必要だと思う審議員の方が主張してそれが通ったということだと思うんですけども、やっぱり本質的には今だこういう記事なんで銀行機能の強化ということで中央銀行が政策するっていうのはそれはいいんだけども、はい、
まあ、やっぱり本質的にはやっぱり 2% インフレの安定っていうのが一番の市場命題であって、はい、でそれをこうなんて言うんでしょう、まあ、まずその日銀 の, その見通しが下方修正したっていうのは、それはもうこれだけの経済状況の落ち込みが起きてるから、それは現実的なことだと思うんです、はい、うん、現実的にその下方修正しました、はい、でそれはそれでいいと思うんですよ、はい、別に問題ではないし、はい、で問題なのはやっぱりじゃあ落ちてその 2% インフレはもう相当遠のきました、まあ、もしかしたらまた 4年後5年かもしれないっていうことだと思うんですけども、うん、それでいいんですかっていうことで、はい、でもう日銀はもうやれることはないですっていうことなのかもしれない。そしたらもう、もう先ほどから来から申し上げている通り、もうその財政政策を大規模に出すっていうことがもう必要ですと、でインフレの安定にはそれが必要ですっていうことをもう日本銀行がやっぱりしっかりとこれ言わなきゃいけないと思うんですね。これなんで、まあ、これは多分言わなきゃいけないとなると中にいる人はですね、はい、いやそれは官僚、結局官僚機構だから難しいっていうのが多分結論だと思うんですよ、はいはい、でやっぱりそこを財政政策やるのは政治家だし、はい、で他の霞が関だし、はい、でそういうところをやっぱり日本銀行は、まあ、あくまで金融政策を司っているその責任者だから、まあ、そこもしかやらないっていう、まあ、ある意味その官僚の縄張りみたいなところを、まあ、すごく重視するわけですよね日本銀行は、はい、で余計なリスクは取らない、はい、まあ、本当はザ官僚 の, のなんか体質ですよね、はい、でもしこれやっぱりこれ総裁が違うキャラクターだったらですね、はい、いやいや日本銀行は 2% インフレで達成するのを目標とされていて、もうやれることはもう日本銀行独自としてはもうやれることはもう相当やってるし、うん、理論的にはもう財政とセットでやらなきゃいけないで、これだけの経済の落ち込みが起きてるんだったら、うん、例えば GDP の何パーセント規模で、はい、5% の規模で財政政策がもし行われれば、それに対して日銀はいくらでも金融緩和する。そうであればこの今抱えているシナリオが、はい、変わって 2% インフレの可能性が高まるというぐらいのことは別に言えると思うんですね、うん、まあ、まあね、うん、言ってもいいですよね、まあ、別に言ってもいいし、はい、リサーチペーパーなんかいくらでも作れると思うんですよ、うん、でなぜか今の日本銀行は、まあ、そこはあれなんですよ、まあ、おそらくこれはザ官僚だからで、まあ、そういうところはまあ、日銀もですね、独立性というのは重要で、まあ、独立性を守るためにそこは自分の責任以上のことは言わないっていうその政治スタンスをずっとこう貫いてきたと思うんですけども、はい、でもこれ政府と一緒になって 2% インフレの安定っていうのを、まあ、約束してるわけですよね、はい、で自ら約束守れないっていうことを認めていながら、なんか結局 理由をつけて、まあ、官僚的なその行動に何でしょう、習字してるよう に僕は見えますね、はい、外から見てると、はい、例えば先ほどご指摘されたように、はい、まあ、株式市場がまあこういったところにまあ影響が出てるんじゃないかとするならば、うん、やはり日銀もそういうところを世界に向けて、はい、アピールするということはすごく重要なことですよね。それは今多分日本銀行はもうやる、まあ、メッセージはずっと伝わってるし、まあ、自分でできることやってるんだ、で今の YCC の枠組みだと、で結局国債の発行によるんだということですよね。そしたら、いや80兆円でも100兆円でも何でもいいんですけども、これだけ国債の発行が必要なぐらいの財政政策があれば、2% インフレは可能、達成が可能かもしれないっていうぐらいは、これ理論的にいくらでも言えると思うんですね。そうですね。でそれをやっぱり言わないのか言えないのかわからないんですけども、内向きですよね、うん、言えないんだとしたら、うん、今、まあ、なんかそういう、まあ、そういうところは、はい、中の人は頑張ってるのかもしれないんですけどもそういう状況なんじゃないかな。でこれ財政政策に関してはこれは FRB とか結構ちゃんと言いますからね。そうですね、うん、だからそれは財政健全が必要かったっていう時もあるし、うん、で全く言えないっていうのはこれは本当にこうなんて言うんでしょう、まあ一言で情けないなんでこれ、いやこれ中に入ってる人はあれ大変だと思うんですよ。多分こう止められてる可能性はあると思うんですけども、はい、いやこういう状況ですからとか、先週もなんだかんだリークがあったっていうことをこう深読みすると、うん、もう事務方が全部決めちゃってんじゃないかみたいな話がね、僕は、僕は外からですからね、外から見るともうそうとしか見えない、見えないんで、これはやっぱり、大きな問題じゃないかな。で、はい、ね、さっき
あの要はマーケットと結びつけると結局その株価のパフォーマンスもそれで決まっちゃってるから、はい、日銀がやっぱりこういう対応しかできないっていう状況というのは非常に有識ことだし、はい、でやっぱりこれはもう今の日本銀行の、ね、体制だと難しいんでしょうね。そうなんですね。やっぱりそれはやっぱりあの、ね、官邸が本当にあの今のこの問題をあの問題としてまず受け止めるかどうか、まあ、なんかその余裕はないような気持ちがしますけど、この緊急事態宣言 にセットで財政出が出ないっていうことからしてもちょっとね、ちょっと、うん、何かこう、そっちからするとやっぱりちょっとこう、ね、ちぐはぐに動いてるっていうんで、うん、あのね、俯瞰で 見れてない感じがしますよ ね、はい、しますよね。ちょっと話題飛ぶんですけれども、はい、あのアメリカがこの新型コロナウイルスの問題をめぐって中国に報復措置を取るという報道の中に、はい、まあ、あの中国保有の米国債の一部を、はい、まあ、帳消しにするというような報道が出てきた、はい、まあ、これはなんかワシントンポストらしいんですけども、はい、うん、まあ、あのこういった報道ね、あんまりあの全部真に受ける人はまずなくて、はい、であの、まあ、明らかなことはこれはあの別に何でしょう、要はもうまた中国叩きをまた始めたということですね、トランプ政権が、まあ、選挙も近づいて、これはもう、いや、まあ、まあバイデンね、バイデンさんは中国寄りだと、はい、こんな状況をもたらしたのはこれは中国のせいだと、うん、もちろん本当の部分もあるのかもしれないし、あ、まあ半分嘘でも、もう政治的にそれはもう中国をまたさらにあの、まあ、懲らしめなきゃいけないという、まあそれはあの通商政策もこれからまた強まるでしょうし、でしょうし、ものの、まあ、貿易に関するその制限もそうだし、投資に関する制限等々、まあずっとそれは、ね、コロナ以前はもうこれがメインテーマだったわけですから、まあ、それがもう一回強化されると。で実際その米国債のその分かんないクーポンをその払わないとかっていうとか、その償還を止めるとかって話に関してはこれはまあ現実可能性は僕は低いと思ってるんで、はい、まあ、だけどその、まあ、脅しの一環として、はい、あの、まあ、まあちょっとこう分かんないですけど、メディアとのなんか会話でその当局者の人がポロッと漏らしたことが少し出たっていうぐらいじゃないかなという気はしますけどね、はいはい、まあ、中国は外貨準備も非常に大きいということで、はい、この米国債保有も世界一、はい、日本と争っているという状況の中で、はいはいはい、あのちょっと前には中国側があまりあまりいろんなことを言うと自分の持ってる米債を売るぞっていうようなことをこう口にしたりするぐらい政治のカードにはなってるっていう、まあ、そうですね、まあ、昔もね、はい、日銀が持ってるのを、ね、売りたいかどうかっていうか90年代の話題になったんですよ、橋流さんの時ですね、はい、ありました、まあ、あのこの手の話は、はい、あのまあ、政治の駆け引きの一環として出てる話なんで、はい、だと思うんですよ。でその別に買わされてるわけじゃないですからね、これがね。でもあのこういう報道が出てくると、うん、中国が、うん、あの買えなくなった、買わなくなった、うん、これからの分は日本が引き受けさせられるというか、うん、買わされるんじゃないかっていう、うん、まあ、一種陰謀論的な、うん、まあまあ、まあ、ちょっとそういうことを言う人はやっぱりリテラシーが低いんだとか、そういうふうに僕は思った方がいいと思うんですね。これはまあ別に日本、はい、別に日本の金融機関とか運用者が、はい、こう米国債買ってるのはこれは別に自然というか買わざその魅力があるから経済合理性で買ってるだけなんですよ。金利が、うん、別に買わされて、まあ、金利がなくなってるってのあるんだけど、はい、でもいろんな理由で安全資産だからとか流動性がある資産だから国債だからっていう理由なんですね、はい、で別にあのね、これはまあ某その要は公的な年金の運用の機関さんとかの話でまあいろいろ出るじゃないですか、はい、で安倍さん、あ、要は安倍政権が言う通りにやって国民の年金がうんぬんって言われてますけど、はいはい、まあ、あのそれと似たような感じで結局そのなんかこう悪い材料とかその陰謀論的にその言ってるだけに過ぎないんですね。別にその投資行動は米国その、ね、まあ、我々 その年金資産を何に投資するかっていうのは、まあ、別に株のアセットもあるし国債もあるしいろいろある中で、その米国債ってのはやっぱりその国債の中で その割合がむちゃくちゃ大きいんで、でしかも流動性があってかつの安全資産なんで必ず投資対象になるんですよ、うん、でドルが下がれば絶対に割安だと思って買いに行くんですよ、うん、それは別に日本の機関投資家もそうだし中国の投資家も絶対そうなんですよ、うん、あの中国が買えるかどうかちょっとそのさっき言った、まあ、米中がすごくこう揉めてるから、はい、それはどうなるかというともしかしたら変わるかもしれないけど、はい、それとも米国と中国の関係、あ、日本と中国、日本とアメリカの関係は変わらないですから、うん、はい、はい、
いやただ今回コロナウイルスの問題でかなり財政を拡大するということで、はいはい、これからどんどんアメリカが国債を発行したときに、はい、そんな危ない、ね、国債を、はい、米債を、はい、買う人がいるのかみたいなことを指摘する向きもあるんですよね、はいはい、それもなんか同じですよね、はい、マーケットのことを、ま、全く理解してないその米国債の市場の大きさと、はい、その国債のマーケットがな、はい、どういうふうに動いていて誰が買ってるか、だからもう安く仮にその 米ドル安いなだったら、はい、買うんですよ割安だから、まあ、それが普通です。それが普通なんかそれが起きないって言ってる人の理由がもうさっぱり分かんなくて、はいはい、そこは心配することない、まあ、世界の安全資産といったらやはりナンバーワンはアメリカの国債、はい、米国債です。米国債、はい、そうです。だからそのリスクはその為替がドル安になるっていうところで、まあ、そこ の, そのリスクヘッジをどうするかはいろいろあるんですけど、うん、そのまあ、そのアメリカもその、ね、その軍戦時体制になってるからどうのこうの、それはもうそうなると全く理屈が違ってくるかもしれないけど、はい、でもそれは結局その最終的にはその為替のレートでもしかしたら何か大激変が起こるかもしれないっていうのは可能性はなきにしもあらずだと思うんですね、はい。まあ、だけどそれはちょっともうちょっと大きな話だし、まあ、結局まだ金融政策と財政政策だけで対応するっていうところは全く変わってないと思うので、まあ、あまりその何て言うんでしょう、その一連のその米国債をなんか取り巻くいろんな噂とか報道にはあまり一喜一憂しなくていいんじゃないかなというふうには思いますね、はいはい、米債安全資産、日本国債どうですか。日本国債はもう、まあ、日本国債は紙くずになるっていうのもね。いやそれだからそれはだからね、ね、まあ、前からも言ってますけど、まあ、ちょうどねこの先あれですか、5月2日のこの、はい、某有名ニュース、あの元 NHK のニュースキャスターの方の、まあ、番組でなんかテレビで、なんか復興増税発言みたいなのが出たらしいと、はい、まあ、別にあの、ね、あの復興増税的なことを言ってるのは別に彼だけじゃなくて、はい、あのまあ、こういうひどい状況でもですね、あの某国会議員とかは言ってるわけですよ。今増税の話はどうかと思いますけどね、まあ、あの要は 今は頑張るんだけど、でもその後を考えると、あのちゃんと増税でその使った分は賄うような仕組みを作んなきゃいけない、うん、はい、まあ、いかにももっともらしいんですけども、はい、まあ、まあ、こういうことをやってるから日本はダメだったんだっていう、まずその反省がないっていうのがまず一点ですよね。であとその要は財政政策に限界があるみたいな、まあ、それもまあ誤解なんで、うん、まあ、結局そのまあ、あのこういう人たちはまあ何て言うんでしょう、まあたまあ、頭が固いのか、まあ、真面目すぎるのか分かんないんですけども、まあ別に悪い人じゃないと思うんですね。で、多分善意で本当に真面目にそう考えて、はい、思い込んでらっしゃるんですよ。多分思い込んでるんで、ね、思い込んでいて自分は正しいと思ってるんですよ、ね、はい、でね、この経済の本質で言えば、いや、ね、もうどこの国がやってることもそうだし、まあ、とりあえず今その経済の落ち込みを止めなきゃいけない、はい、でいかに大規模に財政政策を出して財政赤字を増やすことで民間のこうなんか被害をこう和らげる、はい、まずそれをやらなきゃいけないんですね、はい、でやっぱりそれを揺るがすように、じゃあ将来増税しますから使ってくださいって、でもそれはダメなんですよ、うん、いやもうとりあえずそれはなしにして、もうこの分は絶対もう返さなくていいから使ってくださいって言わないと使わないわけです、民間は。そうですよね。で、それがやっぱり十分できてないから日本はまあ、日本だけはデフレでずっと苦しんできたし、はい、まあ、ですからそういうその財政政策とか公的債務が膨らんでることに対する誤った理解、うん、はい、認識、まあ、単なる勘違いなんですけども、はい、まあ、未だにこういう人がね、やっぱりこの大手メディアではまあ偉そうになんか語ってるという、まあ、このご時世に、まあ、まだこういう、まあ、まあ、テレビの影響力大きいので、はい、このね、そういうふうに言われると、はい、やっぱり、ね、将来借金になっちゃうから、はい、今いろいろもらわない方がいいのかしらって、まあ、意味わかんないです、ね、なっちゃうね、まあ、それはだからね、そのお金を使わないはその家計のバランスシート、はい、実際の個人のバランスシートにたどるとそれはしょうがないんだけども、それとその国 の, その、ね、財政制度がどう出てくるかって全く違うメカニズムなので、ね、はい、それを未だに理解してない人がやっぱり多いという、まあ、こんなことが起きてもまだ変わらないのかっていうのは ね、結構311の時の復興税も まだね、払い続け、いやいや、まあ、あれも正しかったと思われてますかね、うん、あれも大間違いですからね、そう、何だったんだっていう、なんで増税したんだってね、はい、そうですよね、という、まあ、ね、リテラシーが高い人はね分かってると思うんですけど、はい、まあ、まだまだ理解されてないなっていうのはこのね、まあ、皆さんゴールデンウィークでね、テレビ見ていて
この誰が言ってるか分かってると思いますけども、こういう人がまだいるんだっていうのに、まあ、唖然とせずらいないということですね。はい、前回の放送でも、はい、ご指摘ありましたように、はい、今回のね、10万円だけではなくて、はい、これはもう1ヶ月また延長するならまたね、そう、っていう自粛性をお願いする期間に応じてちゃんとやらなきゃダメだと、はい、それに過ぎますよね。そうですね、はい、ありがとうございました。はい、ここまで村上直樹さん、どうもありがとうございました。はい、皆さんまた次回お会いいたしましょう。